ソラージュは南フランスの作曲家、アルス・スブティリオルの一次資料とされるシャンティ・シャフォンに作品が収録されている。ソラージュの生涯については何もわかっておらず、作品中の歌詞から推察されるに過ぎない。献辞や歌詞の特定の言及から、多分、ソラージュがフランス宮廷とか関わりのある人物であったことが狙われる。ソラージュのシャンソン、Pluseurs gensでは、ブルゴーニュ公、フィリップの孫、ジャクリーヌの誕生と婚約について言及している。これが年代をたどることのできる、最も新しいソラージュ作品となっている。ミディシークエンス・オブ・フューム・フューメー・パール・不明様式的に言えば、多くの作品が1380年代や1390年代の音楽の典型であり、かつてないほど大規模形式により多くの関心を示しており、より長大な作品をまとめ上げるのに、変装の技法が多用されるようになっている。いくつかの作品は、実験的であり、例えば風変わりなロンドをくすぶった男が喫煙するフューム・フューメ・パール・不明は低音同士を重ねてだんだんと半音階的に動くため声楽家はすっかり当惑してしまうようである。またこの曲は当時の音楽としては最も低い声域が含まれている。ソラージュはギヨーム・ド・マショーの甥っ子も所属した愛煙家団体と呼ばれたグループを風刺しているのである。タバコがヨーロッパに伝わる2世紀も前の話なので、この歌に出てくる煙とは諸説あるものの大麻かアヘンのことであろうと推定されており、音楽は麻薬に酔いしれた芸術家の感じをうまく表現している。ソラージュ作曲に介されている作品は10点しかないが、様式的な見地によると、さらに2曲をソラージュ作品にみなしうる。その12曲はすべて、シャンティ・シャフォンに含まれており、その内訳は9曲のバラード、2曲のビルレー、1曲のロンドーとなっている。ありがとうございます。